上ハッピーチャンネル。せーの、わー。こんにちは。お姉ちゃんの袋とショーンのプレゼント開けるよ。はい、今日はお姉ちゃんの夏の福袋、サマンサタバサの夏の福袋と、大きいこれはショーンの電車グッズをいろいろ買ったから、開けてみようか。ね、じゃあまずどっちから開けよう。これから。そうだね、もちろん僕のからだね。大きいね、何が入ってるかな。僕の何かな。ねえ、お母さんがこの夏使う電車グッズを選んで買ってきたから開けてみてね。うん、電車のヘルメットある？ヘルメットも入ってる。見よう。うん、見てみよう。じゃあ1個目何かな。うわ、はやぶさのやつ出してみて。はやぶさのヘルメット。1個目はヘルメットです。自転車に乗り始めたので、はやぶさのヘルメット。はやぶさヘルメットです。つけてみて。装着。お、いい感じ。痛くない？痛くない。かぶってみたらこんな感じです。あ、似合うね。そうそう。お、はやぶさだ。横向いてみて。お、はやぶさ走った。はやぶさ行った。あ、はやぶさ戻ってきた。かっこいいね、はやぶさのヘルメットね。自転車乗るとき使おうね。うん。1個目ははやぶさのヘルメットでした。速そうだね。うん、自転車スピード出そうだね。うん、うん、安全運転でね。うん、オッケー。じゃあ次何入ってるかな。あ、あとは何？コマチエのドランドルするみたい。あ、コマチエの。わー、落ちた。何が出てきた？はやぶさのヘルメット付きはさ、うん、これが出てきた。小町とはやぶさ。小町とはやぶさ出てきたね。うん、開けてみる。クッション？クッションかな。何だと思う？小町とはやぶさ。何？何かな？チャックがついてる？あ、あ、何かわかった？わかった。何？特に好きです。正解！カバンです。カバン、すごいよ。こんなカバン出てきたよ。ねえ、すごいでしょ。このカバン見つけたんだ。ねえ、連結してるし、小町とはやぶさ。そう、チャックを開けると、中にお菓子とジュースと入れれるね、お散歩行くとき。見て、連結ブーチができてきた。うん。こんなんだよ。早そうだよ。早そうだね。じゃあ、背負ってみて。背中に背負うんだよ。斜めに。そうそうそう。入れて、手も一個入れて、そうそう、立ってみて。お、どんな感じ？こっちぐるっと回ってみて。お、いい感じ、いい感じ。一周歩いてきていい？うん、こんな感じです。かっこいいね、背中で新幹線走ってるよ、ショーン。小町とはやぶさ。おー、かっこいいね。じゃあ、一周回ってきて。はい、いってらっしゃい。はい、お帰り。落ちなかった。うん、いい感じ。後ろ見せて。カバンです、うん、よかったね、ショーン。嬉しい？うん。はやぶさ、はやぶさだ。じゃあ次。うん、じゃあ次。まだある？あ、届かないから下に下ろそうか。あ、うん、そう。何これ？何？なんかはやぶさちょっと形してる。うん、出してみて。ここのはやぶさ。サンダル？サンダルが。うん、開けてみて。ビーチサンダルが出てきたよ。ねえ、ビーチサンダルだね。あれ、それももしかしてはやぶさになっちゃった？うん、はやぶさ、はやぶさだ。ねえ、なんだか緑が好きだから全部はやぶさになっちゃったね。はやぶさ、はやぶさになっちゃった。うん、見て、連結した。連結したね、ほんとだ。連結した。すごい、ビーチサンダルなんか綺麗。綺麗だね。このサンダルさ、後ろにゴムがついてるからね、履きやすいね、脱げなくてね。うん、サンダルでした。ね、はやぶさのサンダル、今年の夏履けるね。うん。じゃあ次。好き。なんかあれ？あれ？水着も入ってる。あ、これなんだ？開けてみて。何かな？じゃあ開けてみて、広げてみて。あ！何？わかった？何か。タル。ピンポーン、正解。でもボタンが
がついてる。そうだよ、お着替えタオル。プール行くでしょ、今年。うん。だからお着替えタオル、新幹線。新幹線のタオルです。なんの八景だよ。新幹線のタオル、プール行った時使うもんね。うん。反対側はこんな感じ。ね、連結してるね。うん。ちょっと着てみようか、どんな感じか。うん、わかる。今からタオルかぶしてみるよ。うん、かぶってみて、お着替えするとき。そうそう、頭を出して、出た頭。まだ。あれ、頭どこだ。出た、そうそう。お手手は出ないよ。出た。お手手出しちゃダメだよ。新幹線のお着替えタオルです。かっこいいね。うん。じゃあ、ボタンを外して脱いでよ。パチパチパチと外せる。あれ、うん、出ちゃった。こんだけあるよ。はい、全部新幹線グッズだね。うん、うん、はやぶさはやぶさだ。今度は水着だ。水着出たよね。水着出たね、やったね。新幹線水着見て、ここにはやぶさある。はやぶさ、うん、こんなんだよ。青い水着、いいね。ね、かっこいい水着出たね。うん、よかったね。今年の夏はこの水着を着て、ビーチサンダル履いて、カバンも持って、タオルも持っていけるね、プールに。次はお姉ちゃんのするよ。次はお姉ちゃんのサマンサタバサのプチチョイスの福袋を開けよう。夏の福袋、何が入ってるかな。じゃあお姉ちゃん開けてみて。何かな。お姉ちゃん早く開けて。じゃあ開けます。はい、じゃあお姉ちゃん出してみて。1個目。何かな。ここにハートがついてる。お、なんだろう。広い袋のが出てきました。何かな。1個目開けてみて。ここにハートがついてる。うん。まだ入ってるでしょ、その。は？うん。こんなだ。ねえ、置いてて。あ、1個目出しよ。はい、お姉ちゃん出してみて。なんかブルーかな。お、かわいい。ブルーだ。ブルーの何？ブルーのポーチだ。ポーチ。わあ、ブルーのポーチかわいいね。ここにロゴがあって、横にファスナーがついてて、ブルーかわいいね。ずーぐるっとファスナーがついてるね。定価は？定価はいくら？6,000円。ナイロン製だから汚れなくていいね。開けてみて、中どんな感じ？中は？中もブルー。あ、ロゴもついて、ちっちゃいポケットがついてるね。いい感じだね。お姉ちゃん持っていけるね。今日何してんの？綺麗に並べてるの。うん、お姉ちゃんのポーチでした。はい、じゃあ次2個目出してみて。次は何？お、箱が出てきたよ。何かな。じゃあお姉ちゃん開けてみて。あ、ピンクだ。ピンクの。あ、ピンクだ、かわいい。ピンクの財布です。かわいらしいピンクの財布です。なんだかキラキラの飾りがいっぱいついてます。かわいいね、お花の飾り。ここにもキラキラ。お花の飾りが可愛いね。定価は？定価は19,000円だって。前はこんな感じ。後ろはこんな感じ。後ろもポケットがあるね。じゃあ開けてみて。どんな感じ？全部開くからいいね。うわ、ポケットいっぱい。ここにロゴがあって、ポケットがいっぱいで、カードケースもいっぱい。反対側も、こっちもポケットとカードケース。かなりの数あるね、これ。真ん中はコインケース。開けてみて。あ、真ん中もしっかり開いて。小銭も入れれるし。かなりの収納力だね。ついてるよ。ね、ポケットいっぱいだね。いい感じだね。かわいいね、その揺れる金具が。この揺れるチャームがかわいいね。今財布とポーチ2個出ました。まだ入ってるじゃん。うん。見てみて。
何が出てきた？まだ入ってたね。お母さん2個だと思ってたらもう一つ入ってた。ファスナーチャームが入ってた。2個だと思ってたらもう一つ入ってたね。すごい。貝殻モチーフのファスナーチャーム、かわいいね。いろんなファスナーに取り付けられるんだねえ。定価は2800円。ねえ、揺れるしかわいいね。こんな感じです。財布のさ、この財布にもつけれそう。つけてみて。ついた？あ、ついた。かわいい。財布につけてみたらかわいい。ねえ、いいね。こんな感じです。かわいいよ。ねえ、かわいいね。なんかここにキラキラのチャームもついて、ファスナーつけるとさらにかわいくなった。ねえ、ファスナーチャームつけたらかわいい。ねえ、いい感じだね。チャームもついて。お姉ちゃんも3点入ってました。ねえ、1万円福袋に3点入ってたね。いいね、よかったね。じゃあ、こんなに入ってたよ。またね、バイバイ。僕のは全部新幹線です。ねえ、新幹線いいね。そしてお姉ちゃんのはかわいい3点でした。